今ねこの向こう側団地前っていうのは団地があって向こう側団地があってすごいこうにぎわってますよね、はい、ちょっと地図っていいますか航空写真を見てみましょうか、はい、こういう形になっていて、ここ甲子園球場ですよね、はい、ここがですね、まあ、向こう側駅橋の上にある駅で有名ですけど向こう側駅ですよね本線阪神本線ですそこで乗り換えてここから向こう側駅から向こう側沿いにずっと下流の方に行きましてここが向こう側団地前駅といって今ここにいてるというこういうことですねでまあこの辺り今スーパーがありますしいろいろこう団地はこっちにありますけれども実はですねここの大きな団地のところに昔はですね飛行機工場があったんです、ね、飛行機工場ですかそうなんですこれが1942年の航空写真なんですね、はい、ここのところでどうですかこの辺り一帯ものすごいこう工場になってますねそうですね全然住宅地っていう感じでは全然ないですねそうですね川西航空機という飛行機工場があって、うん、紫電会とかいう有名な飛行機がどんどん作られてたんですね、うん、そうするとその人がこう通勤するためにこの電車ができたということなんです、うん、ところがその時はまだ向こう側線はできていません、うん、でここの工場に通うところで昔はですね、うん、ここにありますところがこれ向こう大橋というこれ2号線がありますけどもそこからこういうふうにですねずっとバスがねここまでね走ってたバスが走ってたんですか昭和6年に1931年にバスが走っていたんですけども、はい、それのためにここのところを変えて電車を作ってくれって言って昭和18年のところにできた、なるほど、その辺のところちょっと詳しく VTR まとめてますので見てもらいましょうか、はい、向こう側線の歴史向こう側線は戦時中今の向こう側団地の場所にあった飛行機工場に人や物を運ぶために作られた。まず阪神本線の向こう側駅から人を、さらに今の国道2号線の路面電車だった阪神国道線の向こう大橋駅からも人を、そして現在の JR 線から貨物を工場に運ぶために作られたんだな。昭和18年にまず向こう側駅から須崎駅までが開通。たくさんの乗客を乗せるために座席もなかったそうだな。この時の須崎駅は今の向こう側団地前駅付近にあったそうじゃ。次に昭和19年に向こう大橋駅までが開通した。そして最後に貨物専用線ができて SL の貨物列車が走ったんだ。本当はさらに向こう側を横断して阪神本線の出屋敷駅まで接続する予定だったそうだ。向こう側には作りかけの橋脚が戦後も長く残っていたそうじゃな。終戦間際に空襲などで営業休止となってしまった。戦後は今度は米軍の要請で貨物列車がいち早く再開。昭和30年代まではこんな姿が今の向こう側団地前駅付近で見られたわけだ。電車も昭和23年に須崎駅を北に600メートル移転させて再開された。しかし向こう側より北は阪神国道線の廃止もあって復活しなかったんじゃな。ところが飛行機工場の跡地が向こう側団地になった。そこで元の須崎駅付近に向こう側団地前駅を作って再び団地前付近まで電車が走り出した。今では向こう側線は向こう側団地の住民にとってなくてはならない存在となっているというわけだな。